あ、ついにキッチンがない。じゃあこれで。あ、はい、はい、ありがとうございます。そうやろ、負けるんか今の。完全にサントさんに負けたと思ったけど、いや、あのね、先にテーブルについたんだけどね、開けたら残り2って言って蓋が開いてなかった。そうなんですよね、うん、そう、そこの早押しで勝ちました。私今一番だと思ってミーティングルームに駆け込んだらボタン押されちゃった。すごいはしごの音したもん。カン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 と言ってるから負けたなって。はい、負けちゃった。あ、ごめん、助かなかったから。兄さんがやると増えますね。そうですね。金庫やりたくねえ。金庫あるか知らんけど。ないわ。ゴミ捨て。うん。まゆこさん。ここのタスクないのありがてえ。心電図見るやつもキルされがちだからな。停電なり始めは生きていると。まあ当然キルクル開けてないもんな。停電治ってから5秒後ぐらいも、お客さんすぐ戻ってくる。狙ってるな。怖いよー、あのペンついてくる。緑白あのペンについてくるんだけど。よし、巻いた巻いた。素早い。まあ誰か死んでそう。おお、これは素晴らしい。素晴らしい。あの、あら、すいません、あの、はい、誰も死んでないんでちょっといいですか、はい、一つ、はい、あの写真のタスク謎すぎるんですけど、なんすか。あ、あれはなんか右の水につけといて1分後にまたそれを左側に出すっていう。了解です。ありがとうございます。ただたまにバグってて水につけた状態で開いたらいきなりタスク終了って終わることは。ちなみに壁越しにできます。で右側の壁越しにやると即終わります。ちなみにシャワー室のあのヘッドを直すやつも壁越しにできます。シャワー室のヘッドのやつも中からやらなくていいです。壁越しにできます。嘘。貫通しようと。ずるじゃん、みんな。ずるな。みんな詳しくなりすぎちゃう。高いな。小田さんもカードスラッシュ開発されたじゃないですか。カードスラッシュ 100% 成功するカードスラッシュ。あれは普通にやった方がいい。摩擦でうまくいくみたいな、うん、今キル起きなかったってことは多分、ね、エレクトリカルいるなんか4、5人いた中に絶対いますよ、ね、あ、なるほど。あれ絶対1人ぐらい死ぬと思いました。めちゃくちゃいましたからね。トータスさんとかいたな。やっぱ竹尾さんか。まあ僕なんですね。レプチンさん黒でもこれ言ってるかもしれないんで。はい、うん、聞こえてない。ついてきてたからな、あのペンギン。おいおいおい、俺がさっき汚れ落としたのに。誰だよ、汚したやつは。レプチンさん。コミュの中が一番安全説あるからね。あれ。さてさて。滝尾は秋風。しばらく隠れておこう。キッチン側はね、イベントがあるからね、
インポスターとしてはキルしやすいんですよね。ナイス。出してくれ。あら。なるほど。エレクトリカルから出してくれ。死んでる。今俺バイタル見てサントさん死んでましたね。10秒以上前だと思います。あ、ごめん。ごめんなさい。何秒で死んだかわからない。10秒以上前に見たときは死んでました。すでに。っていうことを言いたかっただけです。すみません。日本語難しい。それよりも前。はい。はい。なるほど。僕はカメラのやつ教えてもらったんで見に行って終わらし、電気室バイタル見て、あ、死んでるじゃんと思って貨物室行って終わりました。はい、私貨物室のところでレプチンさんかながなんか通っていくのは見ました。サントスさん見た方はいますか？サントスさん貨物室はだったよね多分。あ、貨物室は脇だった。そういえば昇降機直したの誰ですか？昇降機っていうかリアクターか。弦が左です。弦が左でユイさんが右ですかね。はい。じゃあ来てないのかな。貨物室おったんや。あ、じゃあからで金庫の可能性あるな。僕診察室でバイタル見てから貨物室行くときに、貨物室の左下の弁当がパカッと開いてて、で茶碗室と貨物室の間に部屋あるじゃないですか。はいはい。そこにオレンジ色の人が走っていくのを見ました。あ、開いてからってこと。え、私が弁当にいたから。僕が診察室から貨物室入る前に、はいはい、暗くなって見えないんですけどパカッと開いたんですね。あ、誰かいるかもと思って、誰か出てきたなと思ってそっちの方行ったら、暗記してたのやつしてたんで、はい、いたのは事実ですね。そこにマイコさん弁当見えてないんですかね。私あれ開いてたから見てないっすね。タスクのあの覚えるやつ。いやでも動いてるの見えてたんで。見えるけど、まあまあまあ見落としもあるんで。見てない。まあ、まあでもインポスターが、その近くに人いるのにそこから出てくるかって。うん、近い。まあ出てくるのか入ってきたのかわかんないですけど、うんうん。僕の嘘の可能性もありますよ。まあ貨物室は気だったし、覚えてる時だったんで見てなかったです。申し訳ないです。出てきたところ見てみたんです。出てきた瞬間見てないです。パカッと開いた、暗くなってる部分で開いたのを見て、その後部屋に入ったらオレンジ色の人が抜けて、はい、あ、なるへそ。全然うまくいかない。うん、なんか右側にトータスオラフか、そっちになんかトータスオラフ、マユコ、レプチン、そこに1はいそうだな。ナイス。ナイスボタン。はい。竹尾さん殺しに来ないでください。竹尾さんもう絶対インポスター竹尾さんですよ。おやおや。いや僕ミーティングルームのタスクしてただけですけど。いや絶対僕の方今殺しに来ようとしてるんですよ。まあ、一応先に言っとくと、まあ、僕が死んだら竹尾さんずっと欲しいんですけど。そんなレベルなんですか。竹尾さんは強靭プレイしてるだけだと思います。いや違いますよ。僕もストーキングされました。いや、初日僕の前に竹尾さんがボタンをで待機してたんです。で僕が下のボタンの下の方行ったら竹尾さんわざわざボタンの下の方まで右回りで僕の方来たんで、あれは多分殺しに来ようって絶対にしてました。あ、今あれですね、僕ミーティングルームでオラフ君来たんでキルしようと思ってましたね。なるほど。分かる。これな、まあ、判断で困る。まあ。さっきの弁当の話の。そう、弁当の話。はい。僕が。なかったことにしましたけど、まあいい。藤宮明和武雄は左側でいたんで無理です。あ、じゃあその3人は無理と。あ、でも真由子さんがそのシャワー室と貨物室の間の部屋に入っていく姿がギリ見えたので。うん、マイコさんも弁当回避気づいてないとおかしいかなと思ったんですよね。
弁当のところら辺からむしろ近くを取ってた。うん、ちなみにサントスさんの書と書ってスポン1とかわかります？貨物でも貨物で確定なんですけど。はい、ああなるほど、じゃあ、まあ、確かにその弁当運動の話はかなり関係はするのか。貨物室から上行ったとか下行ったとか、うん、そこまで覚えてる人っています？え、トータスくん、あ、トータスさんと、オラフくんは上に行ったんですか？僕見て、誰も見てないな。俺あれや、あの燃料やってやんねん。ガソリンっすね。ちょ、私あのメインホール脇です。笑ってる。まあなんかそこら辺に。振られちゃう。貨物室から来るユイさんは見ましたけど、ラウンジでトイレの時に私、はい、バタバタして遊んでた時に。そうそう、すれ違いましたね。まだ。その後ラウンジアーカイブの流れです。はい。トータス、あ、ごめん、トータス君はラウンジアーカイブの流れだよ。入ってこない。なんでキャラまで変わってるんだ。久しぶりに泣いたわ。ああ。自分の発言で泣くとは思わなかった。久しぶりに笑ったわ。おもろ。面白。ああ。いいですね。ああ、面白。ああ、こみ上げてくるわ。ゲンさん、あーもうトータスさん呼べねえわ。よし。やべえ、言葉を発せない。セカンドユーザーを待っています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 。セカンドユーザー、パンパンパパン、はい。トータスくんの死体が、はい、ラウンジの、トイレ、うん、トイレの一番左のところら辺であって、うん、リアクターが鳴ってから5秒ぐらいでトータスさんと貨物室で僕すれ違って、でその後診察室で心電図見たらトータスさんがもう死んでたんで、うんうん、あ、ラウンジあたりか貨物室でやられたんだなって、ラウンジで見に行ったら、うん、トータスさんの死体があって、はい、でなんか昇降機の音がしたんで、もしかしたら昇降機、ラウンジ行ってから昇降機の方にあのキルした人がいたのかなと思って、うんうん、昇降機の方に見に行ったらサントスさんがいて、その後ラウンジに戻って、サントスさんは死んでる。あれ、私じゃないですか。あ、マエコさんだ、マエコさんだ、はい。私リアクター右下直してそのままアーカイブ方面に向かったので、すれ違ってるので合ってます。はい、怪しい。だから僕はマエコさんが怪しいなって、うんうん、てか弁当の件もあるんで、あったら僕とマエコさんぶちのめしてもいいですよ。あ、ちなみに今回のキルに関してはレプチンさんは否定できます。現、うん、カメラを見ていて、見られてた、ジミヤさんもそばにおられたと思うんですけど、はい、見られてた。あのエンジンルームで配線やってたりとか、ミーティングのはしごを登っていくレプチンさんを確認しているので、はいはいはい、右で死んでるんでしたら今回レプチンさんは無理です。はい、あと秋風さんも無理です。金庫室でお見かけしたので、はい、うん、秋ちゃんも無理です。私リアクター直した後に、こっち側にヌーン使って、多分リアクター直してて、そうですね、左にありました。そのままヌーンで左に戻ってってるので、うん、難しいと思います。ゆいさんって最後どこですか？私診察室で心電図見て、トータスさんが死んでいるのを確認して死体を探しに行こうとしてました。なので、10秒ぐらい、10秒よりも前、10秒よりも過去だと思います。
で、その前に武雄さんと電気室ですれ違ったので武雄さんには無理だと思います。じゃあ真由子さんかな。はい、僕はひたすらリアクターの左を10回ぐらい入力してました。そう、なんか藤宮さんが頑張ってたからあ右行こう。セカンドユーザー待ってました。まあ、あと一人は武雄さんかな。なるほどな。武雄さん。トータスくん。あ、ミーティング残ってんのか。オラフさんね。はいはい。2人登ってるな。誰だ。開けろ。デトロイト死刑だ。開けろ。全然開けないじゃん、ユイさん。はいはいはい。またミーティング2つと。デトロイト死刑しかいないな。頼んでるやん。さて、秋風ゆい。うん、あれ、ゲンレプチン。秋風ゆい、ゲンレプチンないわ。ボタン59687。はい、うん、あとは竹オラフか。これは本当に竹雄さんなのか、どうなんでしょう。うん、そういえばさっき武雄さん、うん、私して無理かもって言っちゃったんですけど、そうでもなかったかなってちょっと思って。え、あれ、武雄さんってどっちから電気室入りました？あの時どうだったっけな。まあでも最後らへん宿舎前らへんで見てますよ、武雄さん。そうですね、昇降機のところで。そうなんですよ、じゃあ大丈夫です、うん、はい、すいません。僕は電気室で、ゆいさんとトータスさんが一緒にいたから、ゆいさんと行動してるもんなのかなと思って、ゆいさん最終位置どこですかっていうのを昨日聞きました。あ、なるほど。そう、トータスさん長い間あの電気室の呪いからね、あの逃れられない人生を送ってたんですけど、ようやく逃れられたと思ったらキルされて、とてもね、追い出し屋っていう感じですね。なるほど。まあ、なんかで落ちてそうだからな。そんな気にしますね。タスクで終わりますね。武雄さん、釣らなくて大丈夫ですか？もう確定なんですね、オラさん。いや、もうあの動きを完璧にボタン前でキルしようとするインポスターの。でも僕ボタンないっすからね。そうですね、ないですね。最初押してるの、うん、直さらじゃない。なんで直さらでは。直さら。研さんと宿舎前脇。これはもうインポスターが秘技を使ってくるに違いない。残念、私がいるんだな。完璧すぎるな、読みが。完璧すぎる。本当に武雄さんなんでしょうか。見れるかな。お、ペンギン通らなかった今。さて、出ますか。子供部屋卒業。コクピットさん。
ミーティングにテンポ1。テンポ1したいくせに。タキオさんだろこれ。ナイス。ナイスアイト。タキオさんやん。本当にタキオさんだ。最後タキオさんと鬼ごっこしたんですけど。最後展望で誰か死んでました。いや違います。僕ですね。もう竹雄さんだと僕は思ってたんで。ワラフ君に脅されて弁当入れよオラって。はい。こんな脅され方ある。もう先で私がテントゲーをしました。いやだからどこに行けるんだろうってやろうと思って間違えて出ちゃいました。あでもまゆこさんあれ冤罪で釣られてます。はい、冤罪で1個釣られてるんで。ああ、そうなんですね。サントさんは私が貨物室の金庫のタスクをやられてるのを見て、いや、終わんないっすよね、そこって感じでやりました。で、コタさんは冤罪です、私は。あの、藤宮さんと、はい、トータスさんとオラフ君はジャニーズなんですか？どういうことですか？くんづけ。僕は別に。ジャニーズなんですか？そうです。やっぱりか。やっぱりそうなんだ。と衣装も、ね、患者にですね。患者に一問。何は男子じゃないところが関西人なんで。患者に一問です。